伊達だ。そっちの調子はどうだ。セレナには行けたのか。それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなくて全部消されちまった。というわけだ。何？じゃあバッカスのバッサも。ああ、そうだ。そうか。キル、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだな。わかった。レナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。と一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね。そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら。ここは？私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるかさっき。弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。
したの？お前のお母さん、名前は何て言うんだ？瑞希。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私、知ってるよ。アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発しよう。じゃあ行こう。行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとかな。あの場所？昔、いろいろあった場所だ。この街にいろんな思い出があるんだね。まあな。おじさんは何で母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の瑞希、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって、自分のお母さんだよ。ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？え、どういうって？で、何？あなたこの子のお父さんかなんか？ああ、そうだ。ああ、本当に？じゃあ、身分証明できるもんある？いや、ない。身分証明書もないの？困ったね。二人とも悪いけど、署まで来てくれる？ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。ん？何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね？ああ、はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん、見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。ユミはお前に手紙を届けに来てくれたんだろう？うん、お母さんからの手紙。
月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。お、そっか。ここだよ、おじさん。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな気…そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ。大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。広いね。フロア丸ごと全部だなんて大した店だ。バブルの頃でも見たことねえよ。バブル？そのなんだ、景気が良くて日本中みんな金持ちだった頃だ。すごい。それじゃあおじさんもお金持ちだったの？なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか？うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私、本当にもう、お母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた、桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし、五代目近江連合本部の林万年。
噂はよう聞いてます。大海連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っておくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、そうか。お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも海連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子を渡したってな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた、ずいぶん気が早いな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。
心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ、何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？
え？はあ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？うん、組長さん。松式、何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松茂。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだねえ。ほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。